はい、こんにちは、カズボウです。7つのドリームフロアを攻略しようということなのでね、今555ゴッドタワーというところをね、前回行ったとこまでやりました。なのでね、今回もねガチャガチャをやってからね行こうと思います。なのでね、今回は USA 版ですね。前回 S ランクで2体入ったので、今回はね、どうなるんでしょうかね。5回、お、5回、5回だったらいろいろできそうですよね。いっぱいあるんですよ、コインが。なのでね、5つ星コインとかやってみましょうか。大当たりだらけだ。大当たり。お、中からドジラが飛び出してきた。これあれの色違いじゃん。何でしたっけ、 D-REX の。ワワンと、あ、ワワンじゃない。ドドンと登場。いた。出てくるとき足くじいちまった。すごいな。もう完全に大当たりですよね。じゃ、天ぷらコインやってみましょうか。なんだこの大当たりの数。これ絶対妖怪入るじゃん。お、カラス天狗2体目。いいのかな ?2 体入っちゃって。これ33コインとか回してみようか。あ、4つ当たりありますね。おー、中から歯磨き夫人だって。これなんか敵でいたような気がする。じゃあ寿司なんで寿司コインやってみましょうか。大当たり。中から四天童子が飛び出してきた。だって、これなんか見たことある。今宵は飲んで飲んで飲みまくろうぞ。もちろんスポーツドリンクじゃん。主天童子。もう一個じゃあ寿司回してみようか。大当たり。もう2体目だ。四天童子 S。 これは煉獄の術とか使える。ドジラ、自分が攻撃した景気を1マス吹き飛ばす。はい、なのでね、今回は555ゴッドタワー攻略したいと思います。なので最初からすごいですね。なのでね、またレベル上げないと意味ないので、とりあえずね、進んでみようかなと思います。もう555って書いてる。ルーレットを回す。これいきなり当たったらどうなるんだろう。そんなんないのかな。52。55エレベーターって。むむむ、このフロアは悪そうな妖怪の気配がビンビンしますよ。ピンポン、ここはデンジャラスフロア。ここにいる連中をすべて倒すまでルーレットは使えないから、そのつもりで。何？まあ、レベル上げやすいってことか。
なんか見たことない妖怪とかもいますけどね。まあ倒してみましょうか。大人界カッパーとかね、います。なのでね、まあ、初なんでね、とりあえず敵は。お、A ランク、パスタ。パスタなんか持ってたっけな。はい、とりあえずね、倒しました。ち、このフロアにいる連中は全て倒ししまったようだな。これでまたルーレットが回せるようになったんですよね。ああ、めんどくせえからとっとと回しやがれ、この野郎。こんな感じでね、行きましょう。一回当たったとこは行けるようになるんですね、これね。なので、外れかな？戦うっていうのはね。なので、外れ引いた場合は当たり出るまで、まあね、待ってみようかなと思います。パンパカパン、やったじゃねえか、この野郎。なんずら、なんずら？ラッキーフロアに到着だ。お宝をがっぽりゲットしてきやがれ。もんげー、なんだそれ。お宝、がっぽりゲットしてきやがれ。おお。必殺の超現象。あ、こんな感じでね、あるんだね。がっぽりゲット。おお、スターおめめだって、マイニャンパーツ。超経験値玉。あ、そうか、そういうのあるんだ、超経験値玉とか。忘れてましたね、そういえばね。持ち物、超経験値玉とか使ったらどうなのかな。8000アップってだいぶ違うんじゃない、これ。やってみようか、オークアノカミとかね。すごっ。まあ、いずれまた手に入ると思います。なのでね。ルーレットを回す。お、緑。999PP。 あ、回復できますね。これ当たりなのかな。土のドリームフロアに到着だぜ、この野郎。一体ここはどんなフロアなんですか。ここはゴゴゴゴッドファーザー様のお力で薄暗い洞窟を再現したフロアだ。ここのクリア条件はシンプルそのもの。洞窟から脱出すれば OK だ。なんだ、そんなの楽勝だぜ。ただし、この洞窟は厄介だぜ。洞窟の中は薄暗いゆえに大きな岩が邪魔して先へ進めないからな。しししカズボウが持てるドリルで岩を壊せばノープロブレムだぜ。あと、それじゃ面白くないからもう一つルールを追加するぜ。もし脱出する前にワルボに見つかったらやり直しな。え？面白いじゃねえか。やってやろうぜ、カズボウ。ワルボに見つかったらやり直し。ワルボ、あ、これか。とりあえず落ちないように行けばいいのかな。あんなのどうやって行くの。あ、落ちんのか。なんかいるな。う、あ、落ちた。なるほどね、わかりました。見つけたぞ、この野郎。いやにゃん、悔しいにゃん。まあ、こんな感じですね。素晴らしい。こっちか。
なんだかんだね、S ランクのモンスターはね、強いんでしょうけどね、今まで使ってた九段とかの方がやっぱりね、効率はいいかなと思うんですよね。なのでね、S がね、強くなるまではやっぱり今まで使った妖怪入れてた方がいいかもしれませんね、これはね。これつくんじゃないですかね、もうね。あ、ついたついた。このワルボから逃げ切るだなんて、やるじゃねえか、お前ら。ああ、洞窟の中を進むのってなんだかすっごくドキドキしただに。しょうがねえな、土のドリームフロアクリアだ、この野郎。おー、こんな感じで7つあるんですね。もう1個ぐらいクリアしたいですよね。お見事。おー、やっぱりこういう感じでレベル上がりますね。どうしようかな。じゃあドージラーとか何が使えるんだろう。エビを手に入れた。まあいいや、すごいね、エビが手に入った。なあね、ちょっとね、どうしようかな。ちょっと仲間変更しようかな。はい、次のフロア行ってみたいと思います。おお、これ全部埋めたら何かあるんでしょうかね。お、48、あ、違うか、51か。白だから何もないね。お、来た、緑。3回ぐらい回しましたね、あれからね。同じのはやっぱり当たんないんでしょうね、これね。やはりセーブ場所があります。なのでね、回復していっちゃいましょう。はい、ここはイカダかな？水のドリームフロアに到着だぜ、この野郎。にゃんと、でっかい川があるにゃん。なんかビルの中に川があるのって変な感じですね。こいつもゴゴゴゴッドファーザーの夢を形にする能力で作ったってわけだ。すごい、こんなことまでできちゃうんだ。このフロアではイカダに乗って川下りを仕上がってもらいます。そして見事ゴール地点までたどり着けたらクリアとなります。え、なかなか楽しそうじゃねえか。カズボウ、川下りなら俺たちの得意分野だ。これまで一緒に冒険した結果、ここでビシッと見せてやろうぜ。うん。と言いますけどね、なかなかね、イカダはそんな得意じゃないんですよね。よし。あ、なんか恐ろしい雰囲気でウィス。これどっちだろう。ビビることはね、今までの冒険を思い出せ。俺たちは横どっち行けばいいんだろう。まあ、壊せるんでね。なんかあるかな、ここもしかしたら。あ、白いとこ行ったら。お、赤い旗がありますね。寄ってみようか、これ。赤い旗。降りる。まだ先はあります。一休みしましょう。あ、なんか落ちてますね。ドーナツ。なんでドーナツ落ちてる、ここに。ダンシングスター。まあ、こんな感じでね。まあ、同じですね。大抵は。あ、なんか下に地図あった。地図あったけど、ちょっとわからんな。さて、冒険再開だ。ガンガン進もうぜ。ということでね。ガンガン進みましょう。降りようか。ハンバーグドッグ。あ、なんか左に妖怪がいますね。よし、ゴーゴー。ああ、カッパか。お、ゴールかな。フィニッシュ。おお、まさかクリアしちまうとは。
おめでとうさん、こいつで水のドリームフロアクリアだな。しししやったな、カズボー。うん、冒険水のドリームフロアバッチリ解決ということでね、もう一個ぐらい行きましょうか。イカの天ぷらを手に入れた。おー、まあ引きがいいんだか悪いんだかよくわかりませんね。じゃあ次行ってみたいと思います。連続して当たればいいんですけどね。ちょっと回復します。まあ賞味5分でクリアしたみたいですね。なのでルーレットを回す、行ってみましょう。ふう、次だ。今当たったかと思った。54、これ外れですね、おそらくね。お、緑来ました。あれからね、結構回しましたね。戦闘もね、かなりやったので、レベルもだいぶ上がったのでね。まあ、ここでようやく回復ができるんでね、いいですね。木のドリームフロアだって。今回ね、ここまでクリアしちゃいましょう。はい、ということで、行ってみます。木のドリームフロア。木のドリームフロアに到着だぜ、この野郎。うっそ、ここって森の中？すげえリアルなんですけど、なんだかセントピーナッツバーグのモクノームの森にちょっと似てるな。お前らこのフロアをクリアする条件を今から話してやるからよく聞けよ。このフロアは霧に覆われた森の中。というわけでワルボと鬼ごっこだ、この野郎。鬼ごっこ？それはまたシンプルな。甘いな、お前ら。ワルボは最新のステルス機能で透明になってどこにでも姿を隠せる。なんですって？嘘だけどな。機械が嘘つくのかよ。さあお前ら、このワルボを捕まえて見やがれ。へ、望むところだぜ。捕まえればいいのかな。捕まえた。ワルボと鬼ごっこする過去の野郎、捕まえてないね。それじゃあスタートするぜ。このワルボを捕まえて見やがれ。3分以内に1匹捕まえろ。ということでね。見えないのかな。どこにいるんだろう。いたいたいた。捕まえたけど。おっと、捕まっちまったぜ、この野郎。24秒だぜ、24秒。もう一個くらいいけそうな気がするな。どうだろう、行ってみようか。うん、捕まっちまったぜ。ふふふ、この超できる妖怪羊、ウィスパーにかかれば楽勝ですよ、楽勝。ウィスパーは特に何もしてなかったにゃん。お黙りなさい、この地場野郎が。とにかく、これで我々はクリアってことですよね。ち、仕方ねえな。木のドリームフロア、クリア。やったにゃん。案外楽勝だね。まあ今回、まあ続けてやるから、次回4つやっちゃいましょうか。まあ、もう1個やりたかったですけどね。レベルも30とかなっちゃいましたよ。ガッツオメメ。お、当たる？当たんない。イカの天ぷら。はい、なのでね。だいぶ進んだんじゃないでしょうかね。ということでね、今回ここで終わりたいと思います。次回ね、あと4つかな？ 4 つですよね。クエスト。まあ、こんな感じだと思いますので、そうですね、4つですね。13回、24回、48回、53回とね。まあ、ここをクリアしたら、おそらくね、ゴッドファーザーがいる場所に行けるんじゃないかなと思います。はい、ということでね、今回これで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。